こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日は渋沢栄一の2人目の妻伊藤兼子のお話でございます。渋沢栄一の奥様についての動画でね、以前取り上げましたが、それにカットしたところを加えてね、ちょっとより詳しくお話ししたいなと思う次第でございます。ってことで本日の本題でございます。伊藤兼子は嘉永5年豪商伊藤八兵衛の五女として誕生いたしました。父親の八兵衛は江戸の油堀に油仲間の寄り合い所を建てて幕末に急成長、江戸一の大富豪なんてね呼ばれ方をするぐらいのお金持ちでございました。このねお金持ちのエピソードがね凄まじいんですよね。例えばこんなエピソードございます。元治元年、水戸藩の天狗党が旗揚げをした際にですね、小判5万両の献金を天狗党に命じられました。その際に小判5万両は難しいですが、二分金なら3万両をご用立て申しましょうと答えて、即座にね3万両を献金したと言われております。またですね、明治維新の時にも三井の献金が3万両でございましたが、八兵衛は5万両をこの時に献金しております。という感じでね、お金に関するエピソードがゴロゴロと出てくる始末でございます。まあそれぐらいお金持ちだったというわけでございます。渋沢栄一も若い頃に八兵衛のところででっち奉公をしていたというね説もございますので、もしかしたらね兼子とこの時にね顔を合わせる機会があったのかもしれません。まあ仮にねそんな機会があったとしても、もう身分の差がやばいですからね、とても話しかけるなんてねことにはならなかったとは思います。さてそんな環境で生まれた兼子でございますが、18歳で近江出身の婿を取り、父親の後を継ぐことになります。ただですね、明治4年頃アメリカ商人のウォルシュホール商会と共同事業を始めようと保証金を渡したところ、取引失敗により大損失を出してしまったわけでございます。保証金の返還などを求めて民事裁判を起こしたものの、交渉は決裂、結果として実家は没落し、兼子はね最初の夫と離縁することになるわけでございます。さて実家が没落してしまった兼子でございますが、生きていくために芸妓の道へ進もうと考えておりました。この時ですね、兼子には多くの縁談がありましたが、まあ、いずれもね妾としての縁談であったため、兼子は芸妓になりたい、妾だけはどうしても嫌とね言い続けたわけでございます。そして渋沢栄一の夫人がコレラで亡くなって困っているから助けてくれないかというね話が持ち上がった際に、これを引き受けることになるわけでございます。そして兼子が当時のね渋沢栄一の自宅に向かってみると、その渋沢栄一の本宅というのは以前兼子の家だったということでございました。その後明治16年渋沢栄一と再婚いたします。妾になることはね断り続けていた兼子でございましたが、栄一が正妻として迎えるというね条件を提示したため、結婚に応じることになったわけでございます。そして栄一との間に次男竹之助、三男正雄、三女愛子、四男秀夫を設けることになるわけでございます。結婚後のエピソードっていうのがねちょっと見つからなかったんですが、一つだけ出てまいりました。明治35年、渋沢栄一がアメリカ、ヨーロッパを実地視察に行く際に同行をしております。この際、栄一はアメリカのルーズベルト大統領と会談をしたというふうになっているんですが、このね、ルーズベルト大統領との会談の場所に兼子がいたかどうかっていうのはね、ちょっと皆様のご想像にお任せしなきゃいけないかなと思う次第でございます。ただね、豪商の娘でございますので、まあそういった教育もしっかり受けているかなとは思いますので、もしかしたらね、その場にいたのかもしれません。